消火栓。消火栓とは、消火活動に必要な水を供給するための設備。英語では、ハイドレントと直訳されるが、ハイドレントには、ホースのない設備や、屋外消火栓なども、広く含む。日本の消火栓のように給水部分と、ホースが一体になった設備は、スタンドパイプウィス補正システム、または単に、補正システムとも言う。大きく分けて、主に消防隊が用いる。 消防水利として設置されたものと消防法等により建築物等に消防用設備として設置を義務付けられ主に一般人や自衛消防隊が用いるものとの2種類がある。消火栓は防火水槽やため池、河川などと同様に消防隊が消火のために使用する消防水利の一つである。水道施設としての消火栓の設置については消防法、 第20条及び水道法第24条に規定されおり、その水道を管轄する水道事業管理者が設置し、維持し及び管理している。消火栓の種別は、設置形態により地盤面下のマンホール内に設けられる地下式消火栓と地上二律間を伸ばした地上式消火栓の二種がある。一般には地下式が多く、積雪、山間地帯では、 地上式消火栓が多い。ホース結合部の数により、タンクチ、諸口、その他の種類がある。圧倒的にタンクチのものが多いが、設置された排水管の光景が大きい消火栓には、諸口のものも用いられる。地上式消火栓は、構成のものが一般的であるが、近年は、耐腐食性を考慮したステンレス製消火栓も設置されている。また、 赤色に塗られたものが一般的であるが、排水系統の異なる消火栓を見分けられるように、色分けしたおたるしの例などもある。豪雪地帯の地上式消火栓は、雪により渦漏れないように立管部を著しく長くし、立管の上と下にホース結合部を二箇所設け、通常土器と積雪時とで使い分けるものもある。地下式消火栓は、マンホールの鉄蓋を黄色に塗ったものや、 消火栓の周囲の路面に黄色で表示しているものがある。消火栓の設置の基準は消防法第20条第1項に基づく総務省消防庁の告示である消防推理の基準に規定されており、消火栓は故障65の光景を有するもので直径 150mm 以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、 感毛の一辺が180メートル以下となるように、配管されている場合は、75ミリメートル以上と、することができる。とされ、その吸水能力は、取水可の水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の吸水能力を有するもの、とされている。消火線の構造については、公益社団法人日本水道協会がその規格を、定めており、 地下式消火栓は JAWAB103 水道用地下式消火栓として規定されている。一方、地上式消火栓は JAWAB102 水道用地上式消火栓として規定されていたが、1969年に廃止されている。地上式消火栓は日本水道協会の規格としては廃止されたが、積雪が多い地域などにおいて依然設置されている。その他、 設置基準や本体の構造、塗色、有効圧力等について自治体によっては条例等に付加基準を定めている場合もある。消火活動に必要となる消防水利の数は通常火災の場合で2から5であり同時使用可能な消火栓の数は5以上とするよう求められている。しかし同時使用し得る消火栓の数は水道の給水区域の規模や 消火栓が設置された排水管の後継によりかなりの差があり、消火栓だけでは十分な消防水利を充足できない地域があるのが実態であ。消火栓の圧力については、水道施設の技術的基準を定める省令第7条に規定されており、消火栓を使用しない場合の排水管の圧力は、排水管から給水管に分岐する箇所での排水管の 最小導水圧が156パスカルを下らないこと。ただし、吸水に支障がない場合は、この限りでない。とされ、消火栓の使用時においては、前後にかかわらず、排水管内が、制圧に保たれていること。とされている。なお、消火活動として放水するためには一定の圧力が必要であり、住民等が、初期消火で使用する等の場合を除き消防ポンプを、 接続して加圧して送水する。海外では消火栓専用の水道管を付設して、消火栓から一定以上の圧力の給水を行えるようにし、休管を用いずに大口径の消防ホースで消防ポンプ自動車へ大量の送水をすることを前提に設計されているものもある。日本国内の場合、市町村によっては短尺の消防ホースを用い、 消防ポンプと連結する場合もあるが、ほとんどは、急管、サクションホースを用いて、消防ポンプと連結する。大火災の場合は、水道本管の圧力が0近くとなっても、給水せざるを得ない場合があり得るためである。消火栓の設置等にかかる費用については、水道法、第24条、第2項に規定されており、市町村は、 その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他、疎水道が消防用に使用されることに伴い、増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の保証をしなければならない。とされている。なお、消火栓を使用した場合の水の料金は、水道法。 第24条第3項の規定により徴収が認められていない。ただし、この規定は水道事業者が請求することを妨げるものではなく、消防本部によっては消火活動や訓練に使用した水道量を支払っている本部もある。東京消防庁の場合、公式ホームページによると、地方公営企業法の規定に基づき消火に使用した水道量を都水道局支払っているとのこと。 消防法により、消防用設備等として、防火対象物に設置が義務付けられる、消防用水に設けられた、採水口がある。消防用水は、消防隊に消火用水を提供するためのものであり、これは、単に、プール上の水槽でも、法律上は十分なのであるが、都市部では、敷地の都合で設備し難い場合が非常に多く、これらの場合、地下や離れた場所の水槽等から、 消防隊に消防用水を供給しうるように採水口を設置することとなる。一般的には無圧のものが多いが水槽が地下に設けられる場合で、その有効な低水面が消防ポンプ車の吸水性能の点から消防法で定める4.5メートル以下になるときは消防用水ポンプを設置して、誘圧で採水口に送水するように設置される。 採水口は建築物の外面に設置される場合が多く、連結送水設備の送水口と一緒に設置されるのが一般的である。これらの設備は防火線、ウォールハイドラント、消防用給水線などとも故障される場合もある。また、降雪の消火線が充足していない時代において、各建築物の消火線ポンプから有圧の消火用水を相互に融通したり、 外区内の他の建築物の火災に使用するために、道路に融通用の配管と消火栓防火栓を配置する工夫が行われたこともある。無圧の採水口は、英語圏では、ドライハイドラントと呼称される。このドライハイドラント状の設備は特に降雪地帯で、降雪の防火水槽に設置されたり、消防ポンプ車の接近困難な学校プール等の 水利有効に利用するために設置される場合もある。これら無圧の採水口は消防ポンプ車が負圧で吸引しなければならないため、休暇を 75mm のメスネジの口金に連結して使用する。常設消防機関の到着が遅れるような場所で、消火栓直結で有効な放水の可能な消火栓にあっては、消火栓付近にホース格納箱が設置される場合がある。 住民の使うものであるから、設置されている場所ではその使い方を訓練等で知っておく必要がある。ただし、消防署や消防団の消防隊が到着した後は、消防法第6章、第24条から第30条の2の規定に付き、その指示のもとに運用せねばならない。これらは、基本的には 65mm 口径の通常の消火栓を使用する場合がほとんどであるが、壁地 住宅密集地その他特別な場合、50mm、内市 40mm の小口径の自衛専用の消火栓を設置する場合もある。また、65mm の標準サイズの消火栓に、ホース格納箱を設置する場合でも、65mm のホースは大口径のために取り回しに、多大の労力を要することから、媒介金具を準備し 50mm 内市 40mm の 小口のホースを用いる場合も最近増えている。消火栓の存在を示す標識の設置は法令上義務付けられていないが、施設などの設置形態から指定推理となった場合は、標識の設置が義務付けられる道路交通法に規定された道路に面した場所に設されている場合のみ、自治体によっては条例で標識の設置や地下式消火栓を表す。 路面上のマークなどを規定している場合もある。道路交通法の規定により、消防推理の周辺には車両を駐車してはならない。消火線の場合は、消火線本体から5メートル以内は駐車禁止に該当する。また、ホース格納箱の側端から5メートル以内も駐車禁止である。なおいずれの場所も停車は禁止されていないが、火災時に消防活動の妨げとなると、 消防法第40条の罰則規定により2年以下の懲役または霊園以下の罰金に処される場合がある。これらは主に自衛消防組織や施設の利用者等による初期消火に利用されるもので放水性能が限られており、公設消防隊が使用することは極めて例外的である。平時より消火栓設備を設けた建物を利用するものは その使用法を熟知する必要がある。一般的な消火栓はいずれも20分間以上の放水ができるように設計されている危険物や高圧ガス向けの特殊なものもあるが割愛する。また同時に使用し得る消火栓は消防法施行令、第11条第3項第2号位からまでに規定されている通り2個程度である。一般的な消火栓は消防法において 簡単な操作で使用できる設計とするよ。義務付けられており、個々の設備にも操作法を示した標識の調布が義務付けられているので、落ち着いて扱えば誰にでも操作しやすいものとなっているので、有効活用が望まれる消火栓に限らずもが利用できる設備、消火器、自動火災放置設備の押しボタン、避難器具などは簡単な操作と操作法の明示が法による義務である。 1>, 1号と2号の規格がある。1号は、筒先、ノズルで、毎分130リットル、0.17から0.7、運パの放水性能を有するもので、半径25メートルの円で、防火対象物をカバーしなければならない。そのため、ほとんどのものは、口径40ミリメートル、15メートルのホース2本で構成されている。ノズルの口径は13ミリメートルである。 ノズルは開閉機能のないストレートノズルの場合が多い。また、ホースはゴム引きや樹脂引きの布のホースであり、折れやよれで圧力を損ないやすく、扱いはそれなりに熟知する必要がある。特に消火栓金棒の火災であってもホースを全部伸ばさねば放水不能であるし、ノズルでは開閉できないので二人で放水作業をせねばならない。 ノズルを開閉機能付きのものに交換するのは容易である。2号は、筒先で、毎分60リットル、0.25音波の放水性能を有するもので、半径15メートルの円で、防火対象物をカバーしなければならない。また、ホースは補形ホースといわれる水道ホースのようなもので、合計25ミリメートルのものが用いられ、消火栓を開く、ノズルを持ち出す等の動作で、 自動的にポンプが起動する方式のものである。特に病院等の就寝施設で、一人でも有効に消火活動が行えるように考えられたが、この消火栓である。ただし、放水性能が落ちるために二号消火栓は、倉庫等には設置できない。ノズルは、コック状の開閉弁を持つストレートノズル、先端を回転し放水、噴霧、停止を行う噴霧ノズルの二種がある。 一号消火栓と異なり、ホースは全て延長しなくとも放水可能であり、放水量が少なく、ノズルで開閉操作可能であるので操作は極めて容易である。ただ、ノズルの操作法は先に述べた通り、いくつかの種類があるので、あらかじめ確認する必要がある。最近では一号の放水性能をそのままに、二号と同じ操作で使用できる、 液槽左性1号消火栓も製品化されている。毎分350リットル0.25音波の放水性能を持つものである。屋内消火栓と違い、消火栓から離れた位置にホース格納箱が設けられ、ホースや筒先が別に設置されている場合がある。また、屋内消火栓同様、何時でもホースをバルブに取り付けた状態のものもある。取扱いは、 屋内消火栓より収熟が必要である。ホースや筒先の規格は消防隊が使用するものとかなり似ている。ノズルの口径は 19mm である。消火用酸水栓と呼称される。スプリンクラー設備が設置されている場合、スプリンクラーヘッドの設置を免除されている浴室、トイレ等にも有効に初期消火を行い得るよう、補助酸水栓が設けられる場合がある。 構造は2号消火栓同様である。補助散水栓は、スプリンクラー配管に直結され、バルブ操作によるポンプ起動等の装置はなく、散水による圧力低下、または流水開始により、スプリンクラーヘッドの散水開始した場合同様に、スプリンクラーポンプが自動起動する方式である。一号消火栓の場合や、屋外消火栓の場合は必ず二人以上で、 操作する。二号消火栓や液操作性一号消火栓の場合は、元バルブを開き、ホースを任意の場所に引き出して、ノズルのコックを開けばよい。放水作業の一般的な注意としては、安全上決して筒先、ノズルから手を離してはならない。また、直接水流を人体に当ててはならない。やむを得ず、人体に放水する場合は、天井。 壁等に水流を反射させて注水すればよい。この方法は、器物の裏側の火炎等直接水流の届かない場合においても活用できる。放水は燃焼実態に有効に注水できるよう留意し、都に遠方や低所から放水し、あるいは煙に放水することのないようにする。また、消火のために人命を危険にさらしてはならない。特に屋内などの農園や熱気が立ち込める場所や、 火災が消火設備の間近で起こってしまった場合などは、避難を最優先し、消火は安全が確保でき、余力がある場合とすべきである。先にも述べた通り、同時に使用し得る消火栓は2個程度であり、都に多数の消火栓を開くと水圧が著しく低下し、消火活動に重大な支障を来すことになるので注意が必要である。なお、 屋内1号消火栓や屋外消火栓は近隣の建物の初期消火にも有効である。阪神・淡路大震災時には屋内消火栓のホースを建物から集めて伸ばし放水して炎症を防いだ事例もある。アメリカ合衆国では連邦法の連邦職業安全規則にある1910サブパート L。 ファイアプロテクションに消火栓及びホース設備に関する規定がある。屋内消火栓は、連邦職業安全衛生法、アキアパリオネル、セーフティーヘルスアクトオブ1970において、ホース接続口の後継によりクラス I システムクラス EE システムとスモールホースシステムに分類れている。このうち、消防機関に属さない一般人が使用できるのは、 クラス E システムとスモールホースシステムの2種類である。欧州規格、円規格では、消火栓は一人で使用できるとともに、施設の占有者、所有者や使用者が使用できることが、基準の要件となっている。ドイツでは、連邦法に、初期消火器具についての規定があるが、定性的な表現にとどまり、具体的な基準は、民間規格で定められている。フランスでは、 初期消火器具について建築基準に関する法典に規定があり、労働法典にも一部規定がある。イギリスでは屋内消火栓は火災安全命令に消火設備として規定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。